綺麗さには感動しましたね。え、綺麗でしたね。残念ながら上手に撮れなかった気が。あれは単にカメラの問題だったんですよ。カメラはそこそこのものを、あれ自分 の、 レンズはあれなんですよ、一番遠方の焦点っていうのは、止まらないんですよ、だから分かんないですよね。まあ、ミラーレスは旅行用っていうことで、コンパクト用ってことで、あの程度にとどめておかれて、一眼レフのある程度のものに買われた方が、いや値段見てびっくりですよ。いや、中古買えばいいじゃないですか。中古、なんかめちゃくちゃ高いもんね。いや、中古半年以下ですよ。いいものが僕の京都で、あら、なに850あそこの赤沼の駐車場から、湯滝まで行って帰ってくると大体8キロから9キロくらいかな。じゃあ15分ぐらいですね。このまままっすぐですね。さすがにきつい山登りだったらしくて、こいつの燃費がリッター11キロでした。あるじゃないですか。